お、長老、車が一台来ました。うん、観察して報告しなさい。はい、わかりました。バギーですね。剣を持った若い男と小さな女の子と犬が見えます。さて、あの連中はわしらの獲物としてふさわしいか否か。はい、僕はふさわしいと思います。そのわけは？はい、あのバギーの型は珍しく、とても高く売れそうです。男は腕が立ちそうですが、剣なら弾丸には勝てません。女の子や犬は無視してもいいと。40点じゃ。え、なぜですか、長老。女の子をよく見なさい。あ、手に何か黒っぽい丸いものを持ってます。人形でしょうか。いや、手榴弾じゃ。手榴弾？あの男もかなりの凄腕のようじゃ。それに犬は鼻が利く、待ち伏せは簡単にバレてしまうじゃろう。あれは襲ってはならん目標じゃ。